5回のベイスターズ、ランナー二塁一塁2アウトで福森がセンター前ヒットを放ったんですが、ポズがサードベースを回ってホームはクロスプレーアウト。クロスプレーというよりも完全にもうアウトというタイミング、関川がかなりピッチャーということで前に来ていました。で、打球がスッとピッチャー打球センター前に転がりました、はい。あそこはその石井が次だということを考えればバストロコーチも、まあ、ですから、センターが悪送球をしてくれることを願って、それだけですよね、はい。まあ、ですけども石井だけにね、それとあの関川というのは非常に送球もいいですから、はい、そういうことを考えるとちょっと、うん、あの確率としてはやっぱり低いと思いますけどね、はい。ピッチャーとしても、まあ、武田の方としてもピッチャーの福森に打たれて2アウト満塁で石井を迎えるほど嫌なものってないじゃないですか。嫌ですよ、今の石井はいいですからね、はい。それを考えますと、まあ、その賭けに出てみたベイスターズの三塁コーチ、そしてランナーのポゾというのが裏面出た形になっています。結局0点で5回裏ドラゴンズの攻撃を迎えています。何か今のアウトによってライト側の応援団の盛り上がり方が一段と大きくなった、そんな感じしません？今日の名古屋ドームの観衆は4万500人と前に膨れ上がっています。一塁線右ファールボール。ただ少し三塁側の内野スタンドレフト側に一番近いところ、少しブルーのシートがまだあるかなという部分もあるんですが、やはり今日の名古屋雨激しく降っていました。その関係でなかなかこう来れない。試合の方は5回の裏なんですが、6時20分プレーボールということでまだ1時間20分しか経過していません。ちょっと試合ペース早いですからね。思わちょっとね予想してたよりは、はい、そういうのもあって今日はベイスターズとドラゴンズの試合きっと長引くだろうなということで、なかなか来れないお客さんがいるかもしれませんが、センターへの大きな当たり、抜けたワンバウンド、立浪はセカンドキャンバスを回った、球はサードに返ってくる、ヘッドスライディングアウト。今のはセンターオーバーの打球でした。立浪は躊躇することなくセカンドキャンバスを回りました。見ておりまして、あの打球ですと大体名古屋ドームでスリーベースヒットになるんですが、センターからの送球が一直線で、まあ、それと、あのリレーしたローズの球ですね、ローズの送球が非常に良かったですね。ここから春、そしてローズ一直線で三塁まで来て完全にタッチアウトですからね、はい。記録はセンターオーバーのツーベースでサード、さあレフト線打球だ、これはフェンスに当たる、山崎はファーストキャンバスを回る、球は二塁に送られるが、こちらは大丈夫です、セーフです。ツーベースヒット、1点をリードするドラゴンズ、5回、福森から2本のツーベースヒット、しかしまだ点は入っていません。辰巳はツーベースヒットで三塁欲張ってタッチアウト、山崎はレフト線へのツーベースヒット、ワンアウト二塁です。まあ、今のように積極的にね、はい、やはり打っていくことですよ、はい。で、今、やはりアウトコースの球が中へ入ってきましたからね、はい。初球打ちでツーベース、ワンアウト二塁です。ショートゴロ石井拓郎、山崎はキャンバスに戻る、ワンアウト。ここも初球打ちをしましたがショートゴロです。ランナー進めません。まあ、ヒットツーベース2本出てまだ0点ですが、まあ、その後井上初球打ち、はい、ちょっと井上としては悔いが残るね、初球にしてはもう打ちに行ったところが外へ逃げていくボールでね、はい、もうそれにポッとこう当ててしまったということで、さあここで一塁キャンバスが空いています。先ほどレフト前ヒットを打った中村が
敬遠のフォアボールということで2アウト、同じような形で武田が、まあ、向かうという5回の表裏、同じような攻撃ですね。はい、これからはこの敬遠のフォアボールということでライト側からは大きなブーイングが起こっています名古屋ドームです。今日ヒット1本打って中村選手1000本安打まであと5本と迫ってるんですよね。あ、そうですか、はい、1000本ですか。去年はあの105本塁打を達成しています中村選手、あと5本で1000本安打の中村拓司は敬遠のフォアボールで2アウト2塁1塁です。だからこれでまた、はい、セカンドランナー山崎ということもありますし、バッターが武田ということで当然外野手は厚くなってますからね、センターレフト左寄りで浅めの守備位置です、はい、だから正面ではなかなか帰れなくなってる、はい、ですからこういうケースではね、先ほどなんかは本当はもう2初球打ち、今度はセンター伸びすぎたライナーです、あわやまた同じようにセンター前かという打球でしたがあの場面はやはり今もう山崎早く走っておりましたが、今のでももし抜けていたら三塁止めていますか、止めていなきゃ今のケースで前を追ったらやっぱり、はい、もう回せないんでしょう。先ほどの目の当たりにしてますからね、はい、しかしセンターフライで結局ランナー2人残塁立っています。名古屋ドーム5回終わりました。1対0ドラゴンズリードしています。